ボスニアンラフヘアードハウンドは、ボスニアヘルツェゴビナ原産の犬種の一つである。別名は、ボスニアンコースヘアードハウンド、ボサンスキーバラックなど。19世紀頃のボスニアで、環境の厳しい山岳地帯でも漁ができる犬種を目指して作り出された。オールドボスニアンクロアチアン、サイトハウンドに、合毛のセントハウンド犬種を掛け合わせることで、作出された。主に、ノウサギ。 キツネ、イノシシなどを狩るが、基本的に山岳地帯の動物であれば、何でも狩ることができる。あらゆる天候下に対応でき、嗅覚で獲物を捜索し、小型銃であれば自力で倒す。大型銃であれば噛み止めを行って、獲物を動けなくし、主人に領銃で仕留めてもらう。第二次世界大戦とユーゴスラビア紛争により頭数は激減したが、 性格と飼料能力の良さから、現地の漁師に愛され、保護が行われている。1965年6月19日に、フシーに公認登録されたが、現在もボスニア以外ではほとんど飼育されていない、希少犬種である。大半は実用犬として飼育されている。ボスニアンラフヘアードハウンドボサボサした厚いラフコートが印象的な犬種である。 毛の長さはシャギーに近いロングコートで毛質はワイヤーである。コートは目にも若干かかるがカットされることが多い。毛色はブラック、ホワイトブラック、イエローブラック、もしくはそれらのうちにから三3色の組み合わせやグラデーション違いなどバリエーションが豊かである。コートはダブルコート構造になっており非常に暑く寒さや雨風、うばら、獣の牙にかなり強い。 眉毛や顎ひげ、口ひげもふさふさしている。なお、毛のカットは通常、コートの長さを調節する程度のトリミングを施して、ボサボサした感じを残すが、ショーなどに使用する際にはコートをきれいにトリミングし、ボディバランスを整えて、清楚な印象を与えるために、丁寧なグルーミングが行われる。こちらのトリミングはやや、ベドリントンテリアのものと似ているが、耳の先に、棒毛,毛は作らない。 もちろん、猟犬として刺激する際には、先のボサボサ感を残したカットを行う。体は引き締まっていて、耳は垂れ耳、おは、ふさふさした垂れを。マズルは、若干短めである。体高46から55センチメートル、体重16から24キログラムの中型犬で、性格は、猟犬として働いている時は勇敢で粘り強く、毅然としているが、 ペットとして過ごしている時には明るく人懐っこい。状況判断力等は普通であるが、スタミナは非常に多い。このため、運動量は多めで、活発に動き回る。かかりやすい病気は地肌が蒸れて起こりやすい皮膚病、コートが目に入って起こりやすい目疾患などがある。ありがとうございます。